いやー皆さんお疲れ様でした。いやー幸せの4でした。お疲れ様でした。いや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 、間違えた。お疲れ様でした皆さん。いやー最後のあの団結逃げ切れてよかった。まいちゃん最強ね。みっちゃんの聖杯、みっちゃんがさ、あの私の45分の聖杯からのみっちゃんが当てて、そっからのつないでくれてがあって、あれなかったら私多分総合9位だから。いやでかかった。みっちゃんもお疲れ様でした。今回もドラマっていうかビビる、マジで500ポイント差って、ともさん悔しいんじゃないこれ。ともさん多分いけたって思ったと思うよ。ファンタ20倍最後来てさ、てかさ思うんだけど、今回運営さん集計早くなかった？あみちゃんね、ありがとう。これワンちゃんこれ運営さんがさ集計早かった。あそらちゃんもお疲れ様ありがとう。ワンちゃん10秒かな、 5秒かな、5秒早かったじゃん。これそれがなかったら、あちゃんときっかり あれだったら多分ギリ負けてた。臭くなったし、そもわん。ともさんこれブチギレ案件じゃない。ともさん、うん、ありがとうございます。めっちゃありがとう。これトモさんブチギレ案件じゃん。あマチルダさんもありがとう。いやー今日のお酒は今月一番美味しいですよ。お疲れ様。ゆっちゃんもねありがとう。天気ね、皆さんお疲れ様の KP、 幸せの4ありがとうございます。いやー今回聖杯がてか最終日全然ゲットできなくって、であのほらさーちゃんいるじゃん、あのマイリスの女帝のさーちゃん、さーちゃんが爆投げしてくれても一個も当たんなくってさ、申し訳なかった、うん、えどうだったの、養分さんどうだったの、ちょっと見よっか総合。よもうあいつよく泣くなあ1位なんだ、うん、ちょっと待って、ちょっと見たいと思いますランキング、うん、わあ養分さんすごいよ。20はこれさ、機長さんも泣いてんじゃないの。20万、養分さんすごいな。養分さんお疲れ様です。結婚して子供もいて奥さんとも離婚してないで、いや本当すごいと思いますよ。ふわっちってそのなんかこう幸せな人をやっぱ応援 したくない性格悪い村なんで、なんかこれはなんかすごい
希望が持てます。あっちの多分希望が持てる。スピードよりも俺らのヨブさんおめでとう。上回っていったってことやんな。わあ中ちゃんもありがとう、うん、わあ貴重軍リスナーもお疲れ様でした。あ、おでちゃんね、DM して。ありがとう、おでちゃんね。天然ストレートさん、900万。すげえな、ここ。倍ち違うんだよ。ね、天然さん。キャラが、ね、許されるキャラとね、許されんキャラが分かれるね、やっぱ配信者は。天然さんってさ、今日さ、朝から900万ポイントじゃなかった？止まってはない？マリアさん4位、すごいな。いや、あのね、なんでかっていうと、ヨーブンさんフォローしてたけど、一回ブロックされて、その、で、リリーさん。小前くん、小前くん終わっちゃったんだ、うん、小前くんの下私、まあ、でも小前くん休んでなかったらきっとね、もうちょっとあれじゃだったんじゃないかな。これ見てくださいよ、これ500ポイント差でした。恐ろしい。最後ファンダ20倍って、そのファンタ20倍で、運営さんが焦ったのかも。ちょっとそれで負けるっていうのは、さすがに、かわいそうとか、阻止してるのかもしれない。早めに集計して。最後の最後でファンタ20倍って、それはさすがに私かわいそうっていう、思ったのかな。初めてだよ。5秒前とか。てかね、最後焦った。ともさん、ここ下が山田くんだったの。山田くんかと思ったら、頑張れミサくんになってて、で、最後見たらともさんだからね。怖いんですよ。うん。まあ、要はもっと配信したら上に行ける。いやいやでした。いやいや。あ、今回、少なかったかな。最近周期が早いって、あ、そうなんだ。おてんぱココヤンさんが5位になったんだ。ひどんなさん、ポロさん、いちぶとさん、あ、ピリッパくんもね、私ピリッパくんもね、仲いいんだよ。私ね、トラック広告、あ、これじゃないわ、私広告出れないんだよね。あれ、これこう、あ、じゃ後半ここと迷ったんだよね。あ、ここに行かなくてよかったかな。あ、ここ強かったね。ここ行かなくてよかった。うん、皆さん本当にお疲れ様でした、うん、イベント中私そんな配信してなかった？マジ？うん、あー、でも旅行行ってたからね。旅行で、あと、いや、イベント最終日、聖杯出なさすぎ、一番出なかった。いや、最終日が一番出るもんなんですけど、出なさすぎてびっくりした。うん、うん、今回あんまりしなかったか、出なさすぎちゃって、で、そのもうやっぱそういうのってさ、もう気持ちがもうさ諦めちゃうじゃん。諦めちゃうじゃん、気持ちが。
まあね、まあ、でもちょっと幸せの4で、あの今いい気持ちだからちょっと説教やめてほしい。今幸せの4に浸ってあの祝杯なんだからちょっとやめようよ。ね、お疲れ様会ですよ。あゆちゃんもありがとう。あゆちゃんね、ちょっと私は今光栄だって。幸せの4、あの最後の差し込みのねファンタも倍出て、あ目が痛い。目が痛い。え、ちょっと待って、ちょっと待って、クラウンくんの NG 解放しよう。クラウンってちょっと NG にしてた。なんかクラウン君が、なんかいやらしいことしてる。これ今？これ何時これ？これ今さっきかこれ。てかね、クラウン君めっちゃかっこよくなってたよ。黒髪になって、で私さ、あの神木隆之介超好きじゃん。てか好きなの、あの黒髪のなんか青少年みたいなの好きなの。めっちゃクラン君似てない？神木隆之介に黒髪にしたじゃん。うわもうこれもうドストライクなんだけど、黒髪私好きなんだよね。そう私神木好きなんだよ。びっくりした、黒髪にしたから。黒髪好きなんですよ。しかも黒髪似合うじゃん、うん、うん。いやだからあのタイプはタイプっていうか、いやタイプっていうか、そのなんかこうテレビとか見てて俳優とか、あこれかっこいいなとか思うのが神木隆之介とかってこと。あとは羽生結弦とかわかるかな。青少年の黒髪、うん、わかる。いやお疲れ様でした本当に、少年ちゃん。神木隆之介に似てるってマジで褒められてる気がしないんだけど、あんまり。どうなの？神木隆之介ってあんまり褒められてる気がしなくない？神木隆之介は。なんか35歳って言われてたけど32だね。32。もう鳩が飛んでんのか。クラウン君もまえちゃんにガチになってきてるわね。ゆっこちゃんにお金返さなくてもいいからもう会わないとか言ってたよ。まえちゃんが嫌がるから多分それ関係ないと思うよ。単純にゆっこさんがおかしいんだもん。あれいい感じ、いいよね。ゆっこさんさおかしいもんだって。
整形バカ女前から最強ゼクシータイム突入だからもうしつこいからもうこうやってふざけてたんだけど、うん、こんな感じ、うん、まだ言ってるよ音フェスのことなんか聞いたから、お金返して欲しかったらデートしてとかおかしい、そうだよ、おかしいよねそもそもね、うん、そもそもね、だからね、ゆっこさんがね枠でねヘイト向き配信もしないって言ってするからさ、嘘でしょ。ねえねえねえ、ちょっと明後日デュランとコラボする予定だったのにデュランが急遽韓国に帰るみたいです。今東京に昨日来たばっかなのに急遽韓国に帰らないといけなくなったらしいよ。わかんない、デュランから LINE 来てる。うん、なんかね休養ができたって仕事が。そうでもわかんないかもしれないって、でももしかしたらもうあれかも、うん、まあね、あとですね、デコルテ姉さん、あ、そうだ、デコルテ姉さんからなんかね、LINE 来てた。東京来るってさ、また姉さんとコラボしよっか。姉さんがコラボしようって連絡してきてくれた。うん。また姉さんの、あのね、あんなやつやってないから、ナイス協力するし。うん、みんな好きだよね、うん、まゆちゃんのアイシャドウ、これねクリオのブラウンチュー2番かな。お疲れ様でした。いやみんな本当にイベントお疲れ様でした。本当にいつもありがとうございました。で今回はですね、まあね、たくさんのみんな応援してくれてるんだけど、その中でも1番か2番応援してくれてるリスナーさんがちょっとね、いろいろ大変でさ、来れなくなっちゃって、今ねすごい忙しくなっちゃったんだよ。いろんな大人の事情があってね。そうだからね、ちょっと心細かったんだよ。でもなんとかね、みんなと戦い抜いてよかったです。デュランはちょっと分かんない。まあ別にまた韓国行くし何でもいいんだけど、何でも、うんね、お疲れ様でした。だんだん顔が芸能人レベルになってる、うん、そんなことはないと思いますけど、いやー本当みんなありがとう。次の
まあ、私大体月に2回出るんですけど、まあ、もうちょっとイベントの配信時間を、長くします。もうちょっとありがとう配信を。長くしたいと思います。いやだってクラウン君とさ通話してさ、私のリア充配信リア充見て、あのなんかリア充ってさ、まあ、別にリア充じゃない、付き合ってないからリア充ではないけど、どうなのそれって。なんかあんまり ネタ系でもないじゃんクラウンさんって。リア充ではないけど、じゃそうじゃなくて、なんかこう分かるっしょ言いたいこと。しかもイベント終わってさ、ね、だから配信者っぽくないよね。配信者っぽくないのがいいよね。なんかわかる。プチケ太郎とクラウン画面、え、でもそういうことってあんまり言わないようにしようかな。だって片方がかわいそうやんね。片方がかわいそう。どっちもかっこいいよ。まあもうそれは好みだからね。どっちもかっこいいカテゴリーじゃん。逆にみんなどっちだと思うの？それだけちょっと聞きたいな。そうなんだ。でもね、いや太郎くんは大切エリアって感じ。マジで。太郎くんはなんか困った時、私が助けなきゃいけない人ね。じゃあまずゼロワンでしょ、天然さんでしょ、中村くんでしょ、で太郎くんだね。この4人は恩があるね。あ、まあまあまあ山田くんも恩があるから、この5人はなんかあった時教えて、私が守るから。あとひーちゃんでしょ、ひーちゃん。この6人かな、助けてくれたの。山田、でもね山田くんはね、山田くんはね最近そんな嫌いじゃないな。でも関わることがないね。関わることが、もう全然アンチいないんじゃない。むしろ私の方がアンチ多いんじゃない。もう一回言って。01天然、中村、山田、太郎、ひどんなさんだね。って感じかな。
で、あのひよこんとキャリーちゃんどうなったの？ひーちゃんは本当に優しい、マジで優しい、大切にしなきゃいけない。あのそのふわっちの配信者で珍しいタイプだよ、すごい珍しいタイプだね。ひーちゃんはね、誰にでも優しいんだと思う、みんなに優しい、だから女神だよね。うん、女神。あーキャリーちゃんそうなんだ。その何だから、そのキャリーちゃんがその花屋さんを優先しなかったからってこと、昨日その私とかを優先してコラボあれしたから、うん、うん、女神ひろきって何の話、何の話。しーちゃんに優しい、あ、ひろきって名前なんだ。あ、そうなんだ。今日イキリソがキャリーのお店に電話した、それで出来になっ、それでクビになったの、怖いわ、怖すぎ。キャリーの行動、キャリーの発言とか行動もおかしいって詰めてる、うん、まあだからキャリーちゃんもね、まあ悪いところはあるけど、うん、まあね、まあそうだよ、その完璧じゃないねキャリーちゃんは。でも私は、まあ、そうなんだけど、やっぱそのそれでもね頑張って返済しようとしてる努力は本当だから、うん、まあなんかね、ケイちゃん自分、あ、そうなんだ、なんかいろいろあったんだね、なんかそのイベント中。私もなんかキャリーちゃんがさ、閲覧1700人来てたから、まあ、でも私も配信しなきゃいけなかったから見れなかったからね、うん、あともうちょっと最後まで頑張りそうかな、うん、いやなんかねキャリーちゃんってあの性格悪いわけじゃないんだよ、まあこれは悪いところっちゃ悪いところだけど、自覚がないとかね、悪気がないっていうだけであって、この人のことを嫌がらせしようとかそういうタイプじゃないからさ、だからまあ憎めないっていうか、まあ悪気はないから、そうだから私も嫌いになりきれなかったっていうのはそういうところ、え、悪いことは思わないんだよねキャリーちゃんって、うん、悪い子ではなくない？性格が悪いとかさ、そういうことではなくない？うん、そうだからね、そう、悪気ないのが一番立ち悪いっていうのは分かるよ、学習ができないからさ、まあそうなんだけど、
妊娠したらどうするのって、多分ピル飲んでんじゃない？違うのかな？まあまあまあそう、うん、あ、産むんだ、まあ好きな男のだから、それはちょっとやばいな、それはやばくない？付き合ってないのに、そのそれは良くないね。なんかやっぱそういうところがやっぱちょっとおかしいよね。好きだから産むって、うん、それはちょっとキャリーちゃんに物申したいかな。どうやって育てるの？だって借金だってあるのに。で絶対にひよこんは結婚する認知もしないだろうし、それはあの命をあの簡単に考えすぎてるよね、うん、いやだからそれがだから妊娠 100% してないって断言ができないじゃん。それは良くないよ。でもそれを叩くっていうことは違うけどね。それを叩くってことじゃなくて、キャリーちゃんのために言ってあげないと、うん、いけない。それどうするのって。それ私配信会で話すよ、キャリーちゃんと。キャリーちゃんが困るからね。それはダメだよ。借金、まあその通りだね。配信外の話まで。なんか私別にそのなんだろうな、キャリーちゃんに対して巻き込まれる、例えばじゃあそのえ例えばこのそういう話を したとして別にそれが巻き込まれるとは思わない。だからそのそれに対して第三者がタヌキがなんかじゃあお前が面倒見ろよとかさ、お前がここまで入るなよとか言ってるやつがおかしいと思うし、私はキャリーちゃんに配信会でね昨日言ったんだ、あのそういうのはなんか守ってほしいって。むちゃくちゃなタヌキとかがいたらその楽しくね配信できないし、そう、うん、距離を置くって何だったのって、まあだからまあ距離は置いてたよ、距離は置いてたんだけど、でもキャリーちゃんがその配信外で謝ってくれたんで、私にその喧嘩の件ね、自分謝ってきてくれたから、まあっていうのもあって、まあでもそれでも距離を置いてたんだけど、もうキャリーちゃんがすごい借金を早急に返してたのがすごい感動して、なんか応援したくなったしね。でもそれをね、距離を置くって私が言って仲直りしたら文句言うのは違うんじゃない、うん、まあ、計画性がないんだと思う、キャリーちゃんはその借金に対して、うん、まあ私もまあでもさ、うん、そのひよこんの件、そんなキャリーちゃんだけが叩かれることなの、うん、キャリーちゃんだけが叩かれることなの、うん、だって別にその NL も同意したのひよこんでしょ、ひよこんだって同意してあの気合い入れないとさ
あそこも立たないし、レイプされたとかなんか言い訳っぽいんだよね、うん、あそこに気合が入んないと、あのしかも男だしやめろよってできるわけじゃん、力が強いんだから。でキャリーちゃんも好きだから、なんかそのひよこんのなんかその言ってることを、うん、そうだよって言ってるのかもしんないし、うん、だからそれをなんか一方的にそのキャリーちゃんだけをそんな叩くのもんなのかな、うん、そうでしょ、どっちもどっちじゃん、うん、なんでキャリーちゃんだけが悪いってなんの、キャリーに近づかない方がいいよ、キャリーちゃんばっかのその意見が来るけどさ、うん、ねえ、男と女のことなんて本人で解決したらそうなんだよね、うん、でそのね、当人同士の問題をなんか他人がさ、なんか一方的にこいつの方が悪いから関わっちゃダメとかさ、うん、もう別に別にそれは違うと思うしさ、うん、まず借金を返さないと。でもそれもすごい早いじゃん、あのもう確か今年の6月が6月とかね、100万とかだったんだよ、100万が今30万、すごい早いと思う、30何万でさここまで返せてさ、あのなんかめちゃくちゃすごいと思うのに、みんながそれでも借金返済してないからなんかしなくてもよくない、だってたまには遊んだりしないと、うん、これで全然返してなかったらめっちゃわかるんだけど、うん、そこまで束縛ではないか、そこまで縛る必要はなくない、いやキャリーちゃんのこと、なんかキャリーちゃんがなんか周りに言われてることとか、だから借金を返済するまで頑張ってると思うよ、うん、いやだってさ、この世界ってさ、なんかほらキャリーちゃんでほら叩かれ、まあ私もそうだけど叩かれやすい立場だから、でも私は別に自分が言ってることがそんな悪いと思わないけどね、じゃあこの人嫌われてるから友達なのに嫌われてるから黙っとこうとかさ、ってなんか違くない？って思うけどね。なんか難しいね。でも私別に。例えばその自分が好きで相手をね、でその人が嫌われてるからってあの関わるのやめた方、やめなよ前まで嫌われるよって言われて関わらないっていう、そういう悲しい人間になりたくない、うん、眉ひよこに、ダブルデートしようって言ったよね、二人でデートなんて話してないよね、何のことを言ってるの、二人でデートなん
ってなってんの、どういうこと？私とひよこんがデートするって誰が言ってんのそれ？ひよこんと私がそんなこと言ってないよ。言ってないそんなこと。言うわけないじゃん。むしろなんでこれでひよこんとデートしようってなんの逆に。それ私やばすぎでしょ。だからひよこに対してはずるい男だなって思ってた。ずっと思ってたよ。キャリーちゃんから聞いてたから、一番早めに知ってた。そのひよこんとそういう経緯があった翌日に聞いてたから、それをまあでも配信では言えないじゃん。言えないから、そのクラウン君とキャリーちゃんのその流れとか見てて、なんかいい気はしなかったかな。うん、嘘旗ばっかり。あ、なんかイベント終わったら急に寒くなった。あエネルギーが。125何？めっちゃ整形が、いや全然、え？ちょっと待って、ザコさん。まあでもどうなんだろう、人。別に整形顔って言われても何とも思わない。だって整形してるし。整形が悪って思ってるじゃん、逆に。別に整形顔、全然、あれだよ。整形してるし。それを見て友達なのに一瞬疑って切れたキャリー見て、眉がどんなに友達の気持ちというか感じないかなと思ったんよ。それを見て友達なのに一瞬疑って切れたキャリーを見て、わかん、それはコメントに対して切れたんじゃない？コメントに対して切れたんじゃない？私に対して切れたじゃ なくてさ、うん、コメントに対してじゃないか。うん、こういういちいちリスナーのコメにリブズバシブロックしようと。まあこれはね半々ですね。あの私本当にコメント見ない時があるから、あのあこれブロック、あありがとう教えてくれてっていう時もあるから、これは結構半々だね。ただそんなあのあれだよ。てか私ね、あのね、外野で、なんか外野っつうか、あの他の配信者のところでコメントしてる悪口の方がブロック案件かな、私の枠よりも。目が痛い。目、まそう、そういう人はね見ないでほしい。嘘つきとかさ、ちょっとリプで喧嘩はちょっとやめてね。リプの喧嘩は禁止だよ。そういうのは。うん、まあその時のキャリーが気持ち的に不安定だったとしても、本当自分かとまだこうでしょうでしょって言ってるのに悲しい。うん、まあ人間不信なっちゃったんじゃない。だってまあその私もだからキャリーちゃんのことは仲いいって言ってるけど、でもほら、はい、ふわっちってすごい特有だから、あのそのリア友ぐらいの友達とは思ってないから、裏切られる世界でもあるから、
ね、仲いい子同士とかでもさ揉めたりしてる世界じゃん。だから、まあ、キャリちゃんの気持ちもわかるよ。うん、そう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 、仕事仲間、仕事仲間の中で仲いいのがキャリーちゃんだし、前多分キャリーちゃんもそうだし、うん、まあね、別に私のこと疑ったからってそのコメントとかでねキャリー最低とか私はなんないよ。器でかいっていうか、そういう別に器でかくないし、マユ、うん、マユリスが前が心配なことも分かる、そう分かるよ、うん、全然コメラ面白くないよ、喧嘩してたり。なるほどね。まあ、花屋さんには詰められたくないけど、うん、まあ、なんかいろいろね、うん、過去にいろいろあったから、うん、そう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 、だから私もなんか。で仲良かった子に裏切られたりとか普通にたくさんあるのがこの世界だから、別に 100% あの信用してるわけでもないから、別に裏切られても傷つかないようにしてるから大丈夫、まあ、悲しいけど、それ悲しいけど別にリスナーさんがいるし、うん、100本もお前かおかしいの、やめて、うざいから。うん、なんか味噌汁っぽいな、お前。自覚ない感じの。なんか味噌汁臭する。うん。裏切ったことあるって何じゃ、逆に。105号さん。私が何裏切ったじゃん。ブロックした。じゃあ、あんたが言ってきたから聞いてんの、裏切っただろって断定して言ってきたじゃん。じゃあ何、私裏切ったの、あなたが断定して言ってきたから聞いてんだけど、裏切ったことあるだろうって断定して言ってんじゃん、裏切ったことあるだろうって、うん、お前器小さいよなとか何を分かりきって語ってんの私のこと、で聞いてんだって、うん、あるかないかじゃなくてあるだろうって断定して言ってんじゃん、自分のコメント遡ってみなよ、じゃあだろうって何を言ってんのって聞いてんの、え、会話できないんだったらブロックするよ、あなたが断定して言ってるから何よって聞いてんだけど、できないんだったらブロックね、私会話できない人あのそんな連投してほしくないから、いいですか、
じゃブロックしていい105号、うん、それ訂正もできないんだったらじゃあブロックするね。ブロックで